すぎます。グズグズしている気ありません。なんだ行き止まりか。おかしいな、絶対こっちなんだけどな。何か異変が起きたに違いありません。この先には行けないようですね。私はラニア。あなたに行けない、大切な話があるの。少しの間だけ私を守って。システムを保護するための抗体みたいなもの。私たちをウイルスと認識して攻撃しようとしている数は多いかもしれないけど、あなたなら大丈夫。集まってきたよ、準備して。実はソウルダイバーズ仮想現実という世界にアロックに憑依した状態なんだけど。問題、また抗体が集まってきたよ。未来カンパニーは魂を元に戻す方法を知ってるはずなんだけど、私の権限じゃその情報にアクセスできないの。でも必ず帰る方法を見つけ出してみせるから。もう少しだけ耐えて。あなたの二の国で元の世界に戻る方法を探してほしいの。みんなが元の世界に帰れるよう。そして未来カンパニーの計画を食い止めるためにも。どうか、これでしばらくは抗体も襲ってこないはずよ。それから私に会ったことは誰にも言わないで。管理者は直接介入することは無理だけど、モニタリングはできるの。もし管理者にバレたら、あなたの身に危険が及ぶかも。あ、心配しないで。でも、しばらくは今日のようにお話しできないと思う。時間が来たみたい。次に会うときは、またね。ぼーっとしてどうしたんだ。
この辺りを一通り見てみたが、他の道はなかったぜ。見て見て、塞がってた道が開いた。なんだって？一体何をしたんだ？知らない。この辺りを歩いてたら、これで下に降りることができそうですね。よし、それじゃあ行くぞ。では、行きましょうか。あっ、あそこにスミカの守護者がいる。そうですね。念のため、くそしたようですね。手ごわかったな。おかしいな、守護者なのに。あの変なオーラの影響を受けたんじゃねえか。今は一刻も早くネイトラム様の安否を確認しに行くべきです。そうだね、あれがネイトラム様がいる場所だよ。では、行きましょうか。そなたはポンポンだよ。何があったの？やつらがスミカにやってきおった。あの者たち、カオスを扱えるようになったようじゃ。結局あの者たちはカオスを利用して我を拘束し侵食させたのだ。カオスに飲み込まれてしまった我を利用し、エスタバニアを混乱に陥れるつもりだ。ネイトラム様、大変。カオスコアを破壊するのだ。我とつながっているカオスコアを。これってフォールの森にあったのと同じじゃねえか。ひとまずこれをぶっ壊すぞ。守護者か。
幸中の幸いか。カオスコア壊したのに、なんで？侵食？侵食？カオス、あらゆる物質の源、あの者たちの罠に陥り、カオスの侵食を許してしまった。ネイトラム様、あの者たちとは一体？黒い輪の会。黒い輪の会ですか？そなたらの力が必要なのだ。え？俺たちのことを知ってるのか？二つに分かれてしまった世界の均衡を守ら…はぁ？そりゃどういう意味だ？残念だが、我が力を授けよう。それから、二つの魂を持つ者よ。ああ？二つの魂を持つ？この世界を救ってくれ。時間切れだ。これ以上食べられぬ。我が力を受け取れ。そうか。
皆さん、いらっしゃいますか？オイラはここに。俺様も。皆さん、ご無事のようですね。早急に対策を立てる必要があります。オイラもフォールの森に戻らないと。木爺に教えてあげなくちゃ。あなた方はこれからどうされますか？俺たちもエスタバニアに戻るとするか。わかりました。では私も同行します。ネイトラム様がカオスに？そしてその通りです、陛下。他の守護竜。守護竜について知っている可能性のあるものを存じます。それは誰？アルカナ遠征隊を覚えておいでですか？アルカナ遠征隊？考古学者たちで結成された遠征隊です。火の守護竜の遺跡調査を希望していたので陛下が許可されました。あ、思い出した。確かにあの人たちだったら。そうと決まればすぐに出発しよう。陛下、何をおっしゃってるのですか？え、うん、私は彼らが最適だと思います。どうして俺たちを巻き込むんだ？それが名役というものではありませんか？ぐんぐん、反論のしようもないぜ。はいはい、やるよ。やればいいんだろ。私が一筆締めましょう。どうか火の守護竜を見つけ出してください。